ュアル。ヤンコスまだ体調治ってないっぽいんだ。マスクしてるってこと。球団戦やる。しんどそう。目が死んでるじゃん、ヤンコス。ダイヤバン Why? バルスバンだろ。え、これルシナミでいいじゃん。ルシナミ、バルスカルマ、エスカルマ。え、ザヤは別に怖くないよ。もうケイトラックスもいいけど、そうだよね。ルシナミでいいよ。あったなぁ。ノーチとか出すし。じゃなくね。あ、まあまあまあ、ラカン。え。お、これ、ドラフト負けです。これ、なんでノーチ取らなきゃいけなかったかっていうと、セジュアニ、ルシアン、サイラスに対して、ラカンのダブルのレンジだと届かないんですよ。全部ブリンクアウトされちゃうから。だけど、ノーチだとブリンクアウトされても R があるから、ルシアンとサイラスとセジュアニが、立てないんですよ。農地の前に。だから誰か一人が農地の前に立たなきゃいけない。で、波が立てないじゃん。っていう理由があるんです。これ、ラカンだと立てるんですよ。その3体が。ラカンの前に。エンゲージされても怖くないよ。ってなると、ウーコンだけ見ればいいんですよね。集団戦のファイト。このドラフトだと。これ、トリンダメアがめっちゃ勝つしかない。めっちゃ勝つしかない、トリンダは。1対2できるぐらいまで勝たないと無理。勝てない。これだったらナーの方がいい。ナーでもまあジェイスにめっちゃきついけど。中段戦考えるんだったら、サイオンとかナーとか、まあ、あとはなんか見せてたけどカサンテとかね。ウーコンだけじゃ足りない。で、レーンもきつい。ミッドロス、ライズを早めに抑えたってことは、ミッドの主導権取っといてほしいってことなんですよ。だけど、レベル3、ウーコン VS セジュアニって、セジュアニがアフターショックでショートトレードをウーコンに勝つの。ウーコン勝てないんですよ、ワンバイは。ジュアニに。9レベルぐらいからディバさんできたらウーコン勝ち始めるんですけど、それまで1対1勝てない。で、ミッドガンクされるとサイラス・セジュでめちゃめちゃガンクプレッシャー高くて、だからライズめっちゃ難しいんですよね。で、そのためのボットレーン勝つマッチアップ作んなきゃいけなかった。もう一つが。だからルール取って、レーン有利になってライズを楽にさせるのか、球団戦考えるんだったらノーチなのかのどっちかで。で、トリンダ取ってるってことは、ライズも取ってるってことは、かなりレーニングを重き置いてるじゃん。集団戦っていうよりも。サイラス見てのライズだし。ってなると、ルルなんですよね、取るべきは。これ、ライズが潰れて終わりそう。ボットレーンプッシュから波消えて、ガンクプレッシャーでライズがプレッシャーできなくて、で、セジュサイラスがトップに行って、トリンダ潰して、ウーコン潰して終わる。未来見える。サイラス・ライズのマッチアップはライズが有利ですよ。ただそれはガンクがない前提の話。プレッシャーがない前提の。トリンはなんか2レーン、ウィンレーンを作るんだったらあり。でもボットレーンが、ほら、ルシアンがラカン怖くないからマジで。ずーっと押せるんだよね。この状況が続くのが良くないんだよね。ラカン取るんだったら、マジでバルスとかだったんですよね。レーン強い ADC。ペイトリンとか。この構成でトリンはあんま良くない。というか、セジュアニがきつい。俺もうライズがスーパー勝つしかない。けど、無理だな。睨み合いの時に、多分負けます。特に波のワードアイテムができてからだね。できてからは、ミッドも潰されていくと思うよ。ヤンコスがミッド潰しに来るところにカウンターでファイトできるかどうかが勝負ポイントだ。ジェイストリューはもう、ジェイスがレーンコントロールミスんなきゃ死なないから。なんだったらミスしてもいいよ、これ。この構成だと、ジェイスは。ファーストブラッドトリン持ってるし。
2デッドまでは許される。この構成は。3デッドまで行くと、トリンが 1V にやり始める。サイラスがトリンダメアのアルティメット持って突っ込んでくんのか。アカンのアルティメットと。ルビーとヤンコスがやること全然噛み合ってないの。ああ、でもルビーのおかげでボットレーンは楽になったけど。いいね、集めれる。ダヤじゃねえわ、デリだ。いいっすね。お、やっとラカンが。ヤンコス、ここ大事。ここが大事なんだ、ヤンコス。ヤンコス、ここが大事なんだって。ここのファイトで勝たなきゃいけないんだよ。おおお、何してんだ。おおおお、何してんだ。おお、ゼリが、せっかく育てたゼリが。おお、何してんだ。せっかく育てたゼリが、ミッドボットも視界がないんだよ。いや、これ稼いだ金、ボットのタワープレート3枚でしょ、ミッドのタワープレート1枚でしょ。いや、さっきのワンプレー全然 KOI の方が稼いでますけどね。お金、ボットのタワープレート、ミッドのタワープレート1枚ずつで 350G でしょ。で、ゼリがロストしてる代わりにルシアンはさらにミニオンの経験値と金追加で入ってる。サイドに出たらもうサイラスが強いよ。ライズ勝てないよ。レーンが長くなったら。なんでこの時間帯でスワップすんの、マジ。ルシアンのゲールフォースに帝国の指令ができてて、ルシアン並みからしたら、一番勝負したい時間、タイミングでミッドレーンに行かしてもらえた。この時間帯にライズがミッドにいて、ミッドプッシュ、ミニオンプッシュからボットプレッシャー出すから勝負できないっていうのがあるんだけど、この時間帯ミッドにルシアン波が行けるってことは勝負できるんで、 KOI はどっかでダメ取れしますね。いや、しなきゃいけない。しかもそこで勝たなきゃいけない。で、勝ってライズ側に体寄せてサイラスに勝たせるっていう流れができる。だからゼリーとラカンが負けないことだね。サイラスはそれ待ってる。お、ナイス。お、でかい。でかいが、が、ナイツさん、そんなことしな。え、オブジェクト取んないのこれで。What? あ、コンプが、手にミニオン処理して。えらいな、これ。これ、ライズはボットにいるべきだよ。ボットに戻るべき、この時点。結局タワーワンプレイで 2-1 トレードでタワー取ったのが KOI。まあトップレーンは H が取ったけど、トップレーンは別にもう一回ルシアン並みで勝負する。さあ攻めるぞ KOI。おお、マルラン偉いな。何やってんだ。ボット押せ。ボット押せ。次のアクションに間に合わなくなる。足速い。
マジで中盤弱いな、TH。ほんとダメ。この問題に気づいているのか。ダイはリコールタイミングだった。あ、ドレンのミニオンはプッシュされた後だったんですけど、先にローテーションして、自分たちが仕掛けるタイミングじゃないのに、なんか、レーニングの延長みたいな。案の定経験値差できそうっつったら案の定できた。マジでレーニングの延長。ダイヤいないからね。ミッドレーンもミニオンプッシュされてる後だから。絶対勝てないこれ。オールインしちゃいけない。いや、仕掛けてもいいけど、そのオールインしちゃダメってやつ。ちゃんとなんか自分たちのテンポの時に仕掛けてないから、リスク100背負って、リターン得ようとしてる。だから背負うリスクを低くすればいいんだよ。低くするにはサイドを押して集まってなんかするでいいんだよ。失敗してキル取られてもサイドを押してるから相手に渡すもんなくてリスクないよねみたいな。なんだけど、こういう風に全部仕掛けていくとき、ミニオンが毎回押されてるんだよ。それがなんかしょうがないからそうなってるっていうわけではないが問題なんで、そうなる時もあるけど、しょうがないファイトではないことが多い。自分たちで有利をどん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 手放していく。いいプレーのようには見えるけど、良くない。お、4キルまで取った。でも、戦いに行く必要なかったんだけど。まあ、いくつか気になってることは、サイドのリコールタイミングが噛み合ってなさすぎる。なんだろう、自分たちのテンポを作ってどっか取りに行くみたいなのが毎回ずれてるの。サイドでアクションを起こすときにミッドがプッシュ勝ちできてるとか、トップサイドを押してミッドレーン寄ってきたけどボットレーンが押されてるからミッドレーナーがボットレーンにカバー行って結局なんか 4v4 みたいな感じになって解散になって、まあ、それずーっと繰り返してる。でももう戦わないとっつって戦うと不利な時で負ける。それがずーっと起こってる感じ。これは睨み合いしてれば。いけ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 。ボットレーンのミニオンを見ろ。ボットレーンのミニオンを見ろ。行かなかったら戦えばいいんだって。その分ミニオンロスト発生で。トップウォッチを買ってくれ、誰か。ゼリのためにストップウォッチを買ってくれ。もうそれ触るしかない。ラッシュするしかない。いいね。まあ超リスク高いけど、個人技高いから触るしかないってなったら
なんとかできる。何やってんのエビ。ストップウォッチ持っててフラッシュあったんだったら上がってストップウォッチするだけで。またゼリが遠いところでファイトが始まる。ストップウォッチ行く。まずいぞー。カンコス強っ。ビジュアリの前に誰も立てないから、ビジュアリが好き放題エリア取ってんのおもろいな。俺は誰も止められないっつって、ビジュアリが、ひたすら前級打ってる。怖いものないですって。ライズが立て、ライズが、ビジュアリの前に。あ、やっと厄介な。非常に倒した。ベースがさっきからめっちゃいいな。怖いものない。おい、かかってこいやっつってる。このジェイス。かかってこいやっつって。3人に対してジェイスしてる。これは来いや。ポジション間違えない、このジェイス。ちゃんとルシアンの横にいるから、フォーカスできない。やっぱコンプラーセンって、マルラン、トリンピーって普通に強いね。このトップがここまでやるとは思ってなかったけど。歌い始めたぞ、エゴキャスト。バックドアで終わりそう。